YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。竹岡圭です。ジャパンモビリティショー2023。相変わらずうろうろしてますが、BMW ブースにやってきました。というわけで、いい人捕まえましたので、まず自己紹介お願いします。はい、BMW 株式会社広報部の山上と申します。はい、よろしくお願いします。山上さん、今回の、まあ、ブースは、まあ、すでに市販されてる車が多いですが、はい、1台ちょっと見たことないのがいるんですよ。あ、そうですね。はい、ちょっとあれをぜひ。こっちから行きましょうか。そうですね、はい、そうですね。これだけだよね、きっと見たことないやつ。いや、そんなことはない。そんなことはないの？ちょっとそのお達しにあって、じゃあ後でね。こちら、はいはい、これ、はい、こちらの先月、9月の、はい、ドイツのモビリティショーの方で、うん、初めて世界初公開となりました、はいはい、BMW ビジョンモイエクラッセと、モイエクラッセ、はい、いうものです。あの、日本語訳すると、はい、ノイエクラスっていうのがニュークラスなので、うん、新しいクラスっていう意味なんですけど、まあ、あの、次世代のうちの、うん、まあ、ごめんなさい、まずこれがコンセプトカーになります。はいはいはい。で、次世代の EV アーキテクチャを、うん、使って作られたものになりますので、うん、で、このコンセプトカーは、うん、今後、2025年までに製品化をして、はい、なるほど。で、その後、向こう2年間の間に6モデル。6モデル、はい、そうなの？というような、一応もう計画があって、そうなんだ、はい、成り立っているものになります。なんかね、 BMW ってあのほら IX がね、まあ、新しいあれでたまたま電気だったみたいな、あのパワートレインを採用しましたっていうので出てきましたけど、これまた違う、そうですね、新しいやつなんですね。でもこれはじゃあ電気専門の？電気専門でございますね。こちらは i シリーズになるわけではないの？まだ詳細はそこら辺は分かんないんだ、はい、ね、まあ、ニュークラスって言ってるぐらいだからね。そうですね。ただサイズ感的に見ても、まあ、そこまで大きすぎず、そうだね、2シリーズぐらいみたいな。どうなんでしょうね、うん、これはそんな感じ、のような2と3ぐらい、ね、ぐらいかな、2と3の間ぐらいかな、ね、みたいな感じ、はい、3よりちょいちっちゃいかなみたいに見えるんだけど、まあそんぐらい。そうですね、そんぐらい、まあ、実際に製品化したときって、うん、多分ちょっとサイズが変わったり、ね、まあそうだよね。特徴的にはどの辺なんですか？ちょっと実際にこれ皆さん、あの、はい、ちょっとなかなか中には入れないんですけど、ね、まずグラフィック、あそこのグラフィックの部分がかなりこうクリアになっている、うん、はい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 、あとフロントガラスの方、うん、これ、BMW パノラミックビジョンと呼んでるんですけど、うん、ちょっとこの、映ってる、なんていうんですかね、どっかのアングルから映していただくと分かるように、あのフロントガラスの下の方からさ、映りますかね。ドライビングの情報だったりとかが出てきたりとか、うん、あとは AR の指が重なったりしてるので、うん、はいはい、非常にこう運転してて、視線の移動もなく安全性を保ったまま、きちんとできるっていうところが特徴です。あ、じゃあもう前見てるままいろんな情報が取れたりとか、AR だと、まあ、まさになんかこう走ってる的な道路も重なってる感じですよね。そういうことだよね。はい、そうです、そうです。その通り。で、それプラス大きなディスプレイがあって、で、まあ、なんか。あと、ステアリングもちょっと特徴的な形状をして、確かに。まあ、もちろん握りやすいっていうのもあるんですけど、うん、操作の部分も、ちょっとこれあのスライド、なんていうんですかね、親指をこうスライドして、あの横、そうです。やっていくような形になりますので、そうなんだ。ちょっとまあ、それは実際に握ってみてのお楽しみですね。そうですね。なんか BMW ってドライバーオリエンテッドでね、全部こう運転席側に傾いてるイメージですけど、これないですね。今のところそう見えますけど、うん、昨日デザイナーの人とちょっとちょうど話してたときは、いや、これも一応 BMW オリエンテッド。あ、そうなの？じゃあちょっとこうなってんの？ちょっとひょっとしたら座ったらちょっとそういう感覚があるのかもしれない。そうなんだ。ごめんなさい。今こっから見てる感じはね、すごいこう、フラットな、両方こう、ね、肩、エコひいきのない感じの。はい、そうですね、おっしゃる通り。そう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 。へ、はい、そうなんですね。じゃあ、これからやっぱこういう電気ものがたくさん出てくるんだね。ね、はい、なんかこれ下の方のこの模様が面白いですけど、なんか特殊な素材使ったりとか。これはちょっとあまり情報はないですね。なるほどね。はい、まあ、まだまだちょっとね、デザインモデルみたいな感じだもんね。はい。実は、他にも目玉があった。シルエットあったんだ。ワールドプレミアなんです。え、そうなの？はい。なんだ。ステージのところ、あ、ステージ、同じフロアなんです。はいはいはい。ステージ X2、IX2。はいはい。こちら、ワールドプレミアでございます。X2、そうか。もうちょっとしたら、見慣れちゃったのかも。そうだね。X2、そうね。はい、これ内燃機関。こっちが電気です。あらあらあら。従来 X2 にはもう内燃機関のモデルしかなかったので、うんうん、電気自動車っていう形だと、これはもう新しくなります。ああ、そうかそうか。え、じゃあこれで1、2、3、5、7、あ、6もある。1、2、3、4、5、6、7まで揃ったってこと？6ありましたか？
エクシシリーズ。エクシシリーズ。うん、エクシシリーズ。ごめんごめん、エクシシリーズ。あれだ全部、そうです、はい。全部ずらりと揃って。電気はそうか、6ないね。そうか、そうか。そうなんです。これサイズ感的にも、うん、X1 とほとんど同じようなサイズ。はいはい、ただ、まあ、サイドから取っていただくと、うん、結局、後ろがこう、なだらかなスーペースタイルになってるんで、そこの部分がだいぶ。そうか、そうか、はい。X1 よりもここがね、今のだから、まあ、X2 みたいなイメージだよね。そうです。位置づけ的にはね。で、それのこう。そうか、そうか。でも今の X よりはちょっと SUV っぽくなったね。ありがとうございます。うん。合ってる？合ってます。合ってるよね。なんかそんな感じ。今のXもすごいいいデザインですけど、うん、これがまたちょっと新しいデザインになってます。そうね。で、このグリルの部分も今光ってるんで、うんまあ、夜とかバックミラーに映って、このマークが見えるっていうのもちょっと印象付けてプレミアム感もありますし。そっか。あと、実際にこの OS の部分も、うんはいはい、新しくなってるので、ナビの操作というのはすごいサクサクできる。ああ、そうなんだ。へえ。そこの部分も特徴には挙げられます、ね。そうか、そうか。なんか X1 クーペって言ってもいいぐらいのスタイルになったかな。あ、確かにスタイルそうかもしれない。ねえ。うん。でもなんか私 X1 乗ってすごいいい印象だったの。ありがとうございます。特に iX1 めちゃめちゃ良かったので、はい、これも、こっちも期待できるぞ、はい、みたいな、ね。もうちょっとこう、ね、後ろがなんかこうシャープになってるから、まあ、スポーティーってわけじゃないだろうけど、まあ、おしゃれに乗りたい人？そうですね。うん。そうですね。だって、すごい売れてるでしょ ?X1 の IX1。人気ですね。そうでしょ、はい、そうでしょ。私も知り合いが買ったよ。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。うん。そうなのよ。そうなのよ。はい、しかもなんか走りがすごい分かってる方が買いました。ああ、本当ですか、うん。それは非常に嬉しいです、うん。そうなんですよ。で、これはX の中でも、うん、M マーク入ってて。あ、本当だ。はい、早いやつが。もう4本だもん。そうです。うわ。そうです。で、もちろんそれ以外に M マーク入ってないノーマルというか、うん、なるほど。ありますし。M マーク入ってるやつは、やっぱり人気は高いの？まあ、人気はもちろん高いですよね。値段も高いけど、そうですね。値段も高いけどさ、値段も高いけど人気も高い。なるほど。という形はありますよ、ね。なんかほら、前はね、その X シリーズみたいな SUV でそんな速いのどうするのって思ってたけど、もう最近そういうのが増えてきちゃったから、でもこういうコンパクトなのでもやっぱあるんだね、そういうイメージね。あると思います。なるほど。まあでも電気とそんなに変わらないね、デザイン。そうです、ほぼほぼ変わらないです。うんうんうん、まあそこがないところ。後ろの方、まあちょっとなんていうのか、フロントのここら辺の下のバンパーのところ。はい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 、はい。リアのバンパーもそうですし、うん、そこら辺ぐらいしかあんま変わらないです。なるほどなるほど。そんな大きな変更は基本的にはないです。うん、逆になんだろう、お家が充電できないからこっちにしようかなとか、うん、もう電気がいいなからあっちにしようかなとか、ね、選んでもらって、X2 のスタイルがいい。それぞれの使い方の方によって、ね、選んでいただくのがいい、うんうんうん。うちとしてのパワートレインの選択肢をできるだけこうご提供しているようなスタンス、ね。素晴らしいでございます、はい。ありがとうございます。いやー、そっか、密かにあったんだな。気づかなかった。そうなんです。うん、しっかり見慣れて、なんかちょっと忘れていた。お願いします。はい、よかったです。はい、はい、というわけで、こんな感じかな、はい、はい、というわけで、BMW ブースツアーで、ございました。山上さん、ありがとうございました。失礼いたしました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとマイクを回収。ありがとうございます。じゃあまたまた。はい、すいません。はい、ということでね、BMW ブースでございましたけれども、ワールドプレミアがありましたよ、勝さん。なんか全然情報で何もないって聞いてたけど、違ったじゃん。よかったよかった。やっぱお話聞いてみないとね、実はあったってわかんないものですね。いや、なんか勝さん売ってる車しかないよって言ってたから、そうかと思ったら、コンセプトカーはあるし、ワールドプレミアはあるしだったじゃないですか。まあ、よかったよかった。そして、このまま、BYD ブースに行きましょうか。はい。じゃあ、BYD ブースに行きましょう。X2 は売れそうですね。売れそうですね。ね。で、まあ、三菱ブースね、ここね。三菱ブース、トライトンも、市販車はここで初お披露目なんですよ。実は KTube でもですね、タイでね、散々紹介しちゃったけど、実は、ワールド、初お披露目です、日本。私もこの前北海道のテストコースですでに乗せていただいてるので、なんかもうすっかり、なんかもう見慣れたと言いますか、の気持ちになってましたけど、実は、お披露目、日本でのちゃんとしたお披露目は今回が初でございます。ジャパンプレミアになるんだね。で、乗るとでもね、すごく乗りやすくて、私はこれでラリーに出たいって、本当心底思うぐらい乗りやすい。うん、とてもいい車なので、ピックアップね、ちょっと興味がある方は、ぜひトライトンの新しいのを狙っていただけるといいかなというふうに思います。
まあ、それでこれもね、アジアクロスカントリーラリーですでに大活躍してますから、うん、とても良いんですが、そして BYD ブースに参りました。で、BYD は、まあ、シール、アット3、このあたりはね、アット3なんかはもう YouTube でもご紹介してますけど、あちらのシールはね、まだこれから、つまずいた。これからなんですよ。で、これは、まあ、アザラシアザラシですけど、アザラシもこの後出てきます。で、またこれはね、出てきたら行動で試乗した時に、また、皆さんにご紹介できればな、なんていうふうに思っています。で、もう V2H もね、やってんだね、こういう感じでね。はい。そして、アット3。アット3ではね、私がのスモークオンザウォーターを弾いたりとかね、いろんなことをしましたけれども。はい。で、この前はね、ドルフィン、これも K-Tube で、ご紹介しておりますので、そちらの方をご覧いただければというふうに思います。で、ここもドルフィン、シール。ということは、向こうだな。シールはね、ちょっと、もうすぐ来るからね、この辺ですかね、私たちが、まだ見たことないやつは。これは導入予定がないのか、U8、まあ、大きい SUV ですね。はい。で、この大きな SUV は、今のところ日本に来る、予定はないんだよね。今のところないんだよね。はい。まあ、電気だね。E4 って書いてあるから、エレクトリックの四駆でございます。で、あちらも、私たちが、見たことない。D9 だね。はいはい。U4 と D9。2番系と、大きな SUV 系と、という感じですかね。で、このあたりもね、なんで日本に来ないんだろうね。来てもいいけど、まあ将来的には特にこのミニバンなんかはね、来るんじゃないかなっていう感じがしますよ。すごいゴージャスですし。で、BYD の車はね、やっぱデザインがね、インテリアのデザインも含めて非常にユニークなんですよ。ちょっと見えるかな？はい、結構ね、ゴージャスな作りになっていますので、日本に来たら結構ね、こういうミニバンのクラスのいいライバルになるんじゃないかなーなんていうふうに思いますけどね。はい。なかなか、ちょっと。なんかシフトレバーとかキラキラしてますね。ちょっとハンドル周りとかも映していただいて。こんな感じですね。で、なんかあそこら辺にね、なんか、スマホをあそこで充電できるっぽい。この腰のところ、それ。なんかこんなのもついてますので、これ日本に来たらね、意外とニーズが高そうな私気がしますけどね。ちょっと運転席が回ってみる？はい、運転席側。あ、これも、メーターも液晶で。こんな感じね。はい。で、こっちも大きな液晶がついて、まあよくね、電座っていうのかな。電座っていうんだよね。下がれませんからね、気をつけてください。はい。そんなようなね、感じですけど、これもなんか、なんとなく、ランドローバーチックだよね。うん、なんかレンジロー、なんか、ディフェンダーみたいな、若干ね、そんな感じもしないでもないですけど、まあ、でも、ちょっと一回乗ってみたいような気もしますけど、22インチタイヤがついた、こっから覗くと、非常にゴージャスな内装ですね。はい、非常にゴージャス的な。これさ、日本に来たらさ、エスカレードとかね、あの辺のクラスの人にまた新しい需要があるのかなと思いますけど、まあ電気なので、乗り味はいいと思うんですが、まあこんだけ大きくなるとね、どれぐらい航続距離があるのかなとか、重たいだろうから、どれぐらい電気消費するのかなとか、ハイブリッドだったらいいけど、どうも電気っぽいので、BYD なんでね、そこがちょっと、なんか、まあ、日本のインフラ考えると、だからまだ導入してないのかもしれないね。で、ここにはカットモデルがあります。ね、こう、ブレードバッテリー。
このブレードバッテリーっていうのが BYD の特徴で、こういう細いね、刀みたいなやったバッテリーをこうずらっと並べてあるのが特徴なんですけど、これ安全性が非常に高いと言われています。発火したりとかがしづらいんですよね。でも、前はこのブレードバッテリー、パワーを出すのが苦手って言われてたんですけど、今もしっかりパワーも出せるようになったので、こういったね、車にいろいろ搭載されてきていて、で、まあ、BYD ってバッテリー屋さんなので、もともと。その辺はすごく上手だし、で、プレス加工は実はね、日本の館林にある工場を、まあ、プレス屋さんをですね、BYD が、まあ、買収というかね、買って、BYD も、今、プレスの工場になっていて、もともと日本の金型技術とプレス技術、今ちょうどね、あそこの後ろの画面に映ってますけどね、これを、使っているものなので、合わせとかは結構ピッチリ綺麗なんですよ。だから、ピッチリ綺麗な、まあ、日本由来の、合わせの技術と、あとはその BYD もともと電池屋さんなので、バッテリー技術と合わさって、こういった車出てきていて、で、インテリアもね、ドルフィンなんかもすごいキュートで、ちょっとシール一瞬見に行きますか？シールのインテリアとか見れんのかな？団地にあるから見えないかな？ちょっとね、皆さん人気で混んでるので、なかなか見えないかもしんないけど、あっちの下にあるやつの方がいいかな？はい。ちょっとね、多分またユニークなデザインが採用されているんじゃないかなというふうに思いますが、なかなか個性的なね、アット3でそういう個性的なのを見せてもらいましたんで、ちょっとここの方が空いてるから、中見れるかなぁ。こんにちは。シールですよね。はい。ちょっとね、インテリアがちらりと見れたらなと思ってきたので、今乗ってらっしゃる方が降りたら、ちょっとだけね、見せていただこうと思います。はい。アザラシ。ね、どの辺がアザラシなのかなっていうとかね。アザラシはどちらかというと、はい、波をイメージしております、ね。はいはい。この部分が分かりやすいかと思います。ああ、なるほど。波になっているところが特徴だったりですとか、はい。それからボディのウエストがダブルラインになっているので、本当ですね。はい、うんうん、特徴的となっております。おお。肩が、はい、割とこう波をイメージしていただきやすいような。ああ、そうなんだ。じゃあ、ちょっと見させていただいて。あ、ちょっといいですか？見せてもらってもありがとうございます。そのままで。どの辺が波なんでしょう？こちら見ていただくと、水色のラインがこう、はいはい、揺らいでいるような形になっているので、うんうん、はい、こちらの部分。はい。それから、面白いのが、ハンドルのステッチの部分もこのようなデザインになっていて、ああ、なるほど。こちらも海のさざ波のような形をイメージしているものなんです。いただくところもちょっと変わった、うんうんうん、そうですね、イメージしているところが特徴になっています。内装としましては、はい、とても目立つのが 15.6 インチというかなり大きいタイプのディスプレイとなっていて、うんうん、こちら回転式になっておりますので、はいはい、押していただくと横と縦とそれぞれ、はい、なるほどなるほど。ねえ、なんかね、ドルフィンよりも一回り大きな、ね、形ですよね。12インチなので、うん、さらに大きくなっています。やっぱりね、ドルフィンよりもこれ、あっちはコンパクトカーですけど、高級スポーツセダンっていうことで、はい、内装がやっぱちょっとゴージャスな、はい、落ち着いた感じになってますね。はい、ドルフィン随分ポップなね、はい、感じですけど。ほうほう。中のインテリアもかなり上質なデザインになってます、うんうん、ですね。ディナーディオという高級スピーカー、デンマークの老舗のスピーカーを使っておりますので、音質もかなり優れているかと思います。デンマーク製を使ってるんですね。はい、面白いな。なんかね、また来年ですよね、車ね。はい、ね、はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあね、来年またね、来たらですね、行動で。ぜひまた試乗させていただいて、皆さんにご紹介できればなというふうに思っております。というわけで、BMW ブースと BYD ブース、B つながりか？はい、でした。じゃあまた次のブースに行ってきます。